こんにちは、よっちゃんです。はい、最近はこちらのトッカータですねこのトッカータをずっと編んでるんですけれども、このトッカータも結構編み進んで、もう最後ラスト5段とかってなって、もう400メートルくらい糸ももう使い切りそうだなっていうところまで行ったんですけど、目数が合わなくって模様がなんか汚くなっちゃってそんでもう本当にやる気を失って全部解いてまたやり直しました。なんで今2回目のトッカータを編んでおります。でも同じ糸でやるのも嫌だったんで糸も染め直してね。あ、もうなんか全然わかんないな、ここだと。粒々を入れました、いっぱい。まあ、こんな感じで。わかりづらいかな。オレンジとかピンクとか、茶色とか、なんかいろんな粒々を入れ直してだから染め直して乾かしてっていう感じで編み直してます。なんかもう間違えたところだけほどくっていうのできなくって、で結構序盤でもねちょっと間違えてるところがあったんで、間違えてるところあったけど編み進んでたんだよね。だけど最後の方でもう一回また間違えたからもうやだってなってもう最初の方でも間違えてたし、もう全部ほどいちゃおうと思って全部ほどきました。みんなね、ピピちゃんもこの前やり直してたし、セーターで、よくちゃんとかもなんだっけ、ショールとか、もうなんかゴール目前でも気に食わなかったら全部ほどいちゃうとか言ってたしもうみんな結構ほどいたり、ね、やり直したりしてるし、なんか私のこれ400メートルほどくなんてみんなからしたら全然大層なことじゃないと思って、400メートルなんてあっという間に取り戻せる距離だと思って、みんなのことを思い浮かべながらほどいてました。で、なんか、この、ほどくときにさ、この編み地が動いちゃうじゃん。だから、旦那さんに編み地持ってもらって、私がバーってずっとほどいてて、くる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 巻いてたんだけど、なんか旦那さんが、なんでそんなことしてんのみたいな。もう、それ捨ててさ、毛糸全部捨てて、もう一回新しい毛糸でやればいいじゃん、みたいなこと言ってて。そんなことできるわけないじゃんつって。毛糸ならたくさんあんだからさ、もうそれ捨てちゃいなよとか言われてさ、もう衝撃的でした。そんなこと、そんなもったいないとか言ってさ、でも普通の人はなんかわかんないみたい、ほどいてやり直すっていうのが。嘘でしょと思って。びっくり。その衝撃的な発言に。この辺めっちゃ可愛い。ネップが入ってんのめっちゃ可愛い。で、やり直してほんと良かったって思ってます。染め直してさらに可愛くなってるし、今のところノーミスだし、一回編んでるからもうやり方わかってるから、目数気にしながら、ノーミスです、最近。てか今のところ。まだ序盤なんですけど。いやー、まださ、356目だ、今。もっともっと目数増える。400目以上、450目以上になるからね。早く、つけたいし、早く次のつけ入りに行きたいんですけど。もう楽しみながら、編んでおりまーす。そんで、最近は、いっぱい購入しました。まず、この、
じゃーん、働くセーターとセーターのリーフレット、クルーネックベストの別紙を買いました。なんか働くセーターずっとね買いたいなと思ってたんだけど、全然買わずにいて、あのこのホーリーさんのインスタをねあのフォローしてて、いつも可愛いこの働くセーターのセーターの写真が出てたり、最近はこのねクルーネックベスト、クルーネックベストの写真とかもインスタでいっぱい上がってて、このクルーネックベストもめっちゃ可愛いなと思って、このサッシも本買うなら欲しいなと思ってて、このサッシはなんか本屋さんのあのサイトで買いました。このサッシとこの本はほほほ座浄土店さん、ほほほ座っていうところの本屋さんのサイトで買いました。京都府京都市にあるみたい。このサッシがね欲しくて、でもここのほほほ座さんで売っているこれラスイチで、それを私が買ったんで、あの今売ってないかもしれないんだけど、で私がいつもネックから編むセーター、いつもネックから編むとじはぎなしのセーターを編んでるんだけど、なんかポンチョみたいな形になっちゃうなーって私はそれでもいいなと思ってたんですけど、前に旦那さんにセーター編んだ時になんかもう着てくれてないけど編んだら、なんかポンチョみたいって言われて、まあ、私それを言われるまでポンチョみたいと思ってなかったけどまあ言われてみればポンチョみたいだなって思って、でなんかポンチョみたいだから着てくれてないのか、まあただ単に嫌だから着てないのかわかんないんだけどでポンチョみたいって言われて、悩んでたらさやさんが前に、働くセーターのセーターはあのネックから編むけどトップダウンだけどポンチョみたいにならないし、あの写真いっぱいついてて分かりやすいしおすすめだよって言われて教えてくれて、そうなんだと思って買いました。まあ、ポンチョみたいになっても可愛いからいいんだけど、私は自分で自分のセーター気に入ってるからいいんですけど、でもこれでポンチョみたいじゃないちゃんとしたセーターの形も編めたらいいなって思います。シンプルで可愛いんですよね。みんな持ってますよねこの本。編みたい、編むぞなんかさ、わかるかな、この編み方っていうか、この編み図がね、私は本当に読めないから、なんかトップダウンのセーターの方はなんとなくね編めそうかなって、読めそうだなと思ったんだけど、カーディガンがこれ読めないかも。読めるかな、なんか全然何言ってるのかわかんないなって感じなんですけど、カーディガンも頑張って編みたいなって思ってます。なんかさ、めっちゃ可愛い。てか、この中に写ってる、あの、モデルさん、働いてる人たちがみんなこのセーター着てる写真がいっぱい載ってるんですけど、なんかその人たちがおしゃれなんですけど、っていう感じです。なんか、こんなおしゃれな、この写真だけ見てるだけでもなんかさ、あのファッション雑誌見てるみたい、かわいい。編めるようになりたいな。まあベストは編めると思うから、あのセーターが編めれば、
ベストも、あ、ベスト編めないかな。ベストも難しそうだぞ。とりあえずセーター編めるようになりたいな。カーディガンとベスト難しそうなんですけど、まあ、頑張ります。楽しみです。これもね、クルーネックベストも可愛いよね。シンプルで、このリーフレットも変えてハッピーです。そして、毛糸をたくさん買いました。毛糸雑貨ストアーズさんです。やっぱり毛糸雑貨ストアーズさんが安すぎるので、なんかそこ以外であんま毛糸買えないんですけど、もう毛糸雑貨ストアーズでしか買ってない。まずは真っ赤な毛糸でーす。真っ赤な毛糸、光沢のある赤、かわいい。リブレっていう毛糸ですね。リブレ、伸び太だったかな。アクリル 70%、 ウール 30%、 40g、 76m の糸です。棒針6から8号、かぎ針5から7号、伸び太だな。そうそう、これを 1000m 分買いました。なんで12個くらい買いました。違う、14個買いました。これはこの形のニット、またこれをね編みたいなと思って、形のニットのB のなんかカーディガンじゃなくて、なんて言うんだろう、カーディガンみたいな形のマーガレットって言うんだっけ、カーディガンみたいな形のなんかまた面白い形のなセーター、カーディガン、ボレロみたいな後ろ姿が可愛いって書いてある。ソーセージに穴が開いたみたいな変な形のカーディガンを編みたいと思って着分買いました。赤い、あのモデルさんが赤いね、それを着てて、私も赤がいいなと思って、あのこれから夏だけど全然冬糸。あとはたらるるるるら、じゃん、はーい、こちらはスパークインウール、これもウールです。あ、結構、あ、なんかちょっとキラキラしてるんですけど、かわいい。なんでキラキラしてるんだろう。毛 55%、 レーヨン 40%、 ポリエステル 5% だって。なんかちょっとね、ラメ見てなんかキラキラしてます。スパークインウール、スパークが入ってるから、これも伸び太だな。6号から8号、 82m、 35g、 82m の糸です。これも、これは、1000メートル分くらい買いました。1000メートル分くらいかな。1000メートル未満くらい。820メートルか？買いました。こちらは、この、日曜さんの方の編み物ワークショップ。でね、めっちゃかわいい9番、この本持ってる人いるのでしょうか、わかんないんですけど、9番のプルオーバーっていうのがあって、これもね、かわいくって一目惚れして、
編みたいなと思って。これもね、セーター、面白い形のニットみたいな形のセーターです。あの大きいアラン模様が後ろにね乗ってて可愛いんですよ。これが1000メートル弱で編めるようだったんで、買いました。着分。読めるかな？編み図を読めるかわかんないんですけど、でもこれ、ただ、まっすぐ編んでつなげるだけだから、何段何回みたいなやつがないから多分、編めるんじゃないかなって思ってるんですけど、可愛いんですよ。これもね、冬の洋服だから編んでもすぐ着れないんですけど、編みたくてそれ用に買いました。あとは、じゃん！この、モヘアみたいな、糸でーす。このモヘアみたいな糸ドゥーシェってやつですね。モヘア 70% ナイロン 20% 毛 10% 50g 181m のこれはまあ引き揃えで使おうかなって。これはですね、前におばあちゃんにね、ラナンキュラスを編んだんですけど、この、プリンセスリリーの7番の色で。これ、おばあちゃんに、これと、これを引き揃えて、私の動画を前から見てくれてる人はね、知ってると思うんですけど、引き揃えてラナンキュラスを編んで、で、このね、毛糸、結構残っちゃっておばあちゃんに編んだんだけど、800メートル分これ残ったんですよ。だから、もう一回ラナンキュラス編めるなと思って、この引き揃えの方の糸は、もうね、これしか余ってなかったから、ちょっと買い足して、800メートル分買い足して、またこれとこれで、ラナンキュラス編もうかなって思ってます。おばあちゃんにあげたのと全く同じになるけど、まあ、でもね、その時に編んで、みんながね、まあ私が試着して、ルスガットを動画でね、載せたらみんなが、もうよっちゃんめっちゃ似合ってるから、おばあちゃんにあげない方がいいよってすごい言われたんですけど、めっちゃ嬉しいことにね、言ってもらって、でもあげたんですよ、その時は。おばあちゃんに編んでたから。だからもう一回同じ配色で編もうと思ってるんですよね。まあ、ナンキュラスじゃなくてもいいんだけど、でも800メートルで編めるウェアをね、探してたら全然ヒットしなくって、ラベリーで800メートルセーターみたいな感じで、検索かけたら全部ね、子供用のサイズのウェアのパターンが出てきて、ラナンキュラスみたいなのがなかなか見つからなかったんだよね。ラブノートっていうセーターも800メートルで編めたかな。編めるならラブノート編みたいんですけど、これとこれ引き揃えたらね、これが結構毛羽立ってるんですよね、これが。なんか引き揃えたら模様がね、あんま見えなくなっちゃっても嫌だなと思って、どうだろうな。なんかラブノートっていうセーターは結構、ラナンキュラスよりヨーク部分に模様があって、掛け目してんのかな？結構穴がね、開いているデザインで、その穴がね、可愛いから、可愛いんだと思うんですけど、穴開いてる具合を見せるのがいいセーターだと思うんだけど、この糸であれ編んだら穴が埋まっちゃうかもしんないけど、どうだろうなぁ。ラブノートにしよっかなぁ。800メートルで。まあラブノートかラナンキュラスを
掴もうと思ってます。そんな感じで、まあね、これが10個か、これが10個で、これが14個と、モヘアの糸が4個で、まあ、5000円いかないくらいでしたかね。4800円くらいだったんで、まあまあ安いですよね。ありがたいです。ウェア3着編めるっていうことなんで。でもまだ家にもあの北のバームとかまだあるから、それでも編みたいし、あの付け襟もね、編みたいパターンまだまだ編めてないので編みたいし、でね、夏もう夏はね、夏物のセーター編んでる、編むのやめようかなってか思ってて、もうなんかセーターだけで編みたいやついっぱいあるから、もう夏は夏物の洋服は編むのもう捨てようかなと思ってたんだけど、でもなんかまたね、夏用のなんか半袖でも可愛いパターンいっぱい出てきちゃってて、あ、なんかコットンとかの糸もね買いたいなと思ったし、なんかこのね、これ前動画で言ったかな、あのいつも仲良くしてくれてるトリさんがね、前にねくれたんですよ、もう使わないからあげるって、あのリッチもあって、これもね結構ね、なんか夏のセーターいっぱい乗っかってて、これも可愛いのがあってさ、編みたいんだけど、これさ見せたいんだけど見せれないっていうのが、なんで見せちゃいけないんだろう。めっちゃ可愛いんですよ。編みたいんだよね。このね、なんて言うんだろう、しだれなぎの透かし柄。タンクトップとか、リーフ柄のシースルー。なんかタンクトップとか半袖とかね、なんかリーフ模様の、葉っぱの模様の掛け目がいっぱいしてある。透かし模様の可愛い半袖とノースリーブタンクトップが乗っかってて、それも編みたいんだけど、あっという間に夏も終わりそうなんですけど、でこれは結構ね、かぎ針のパターンもいっぱい乗っかってんだよね。で可愛いんだけど、かぎ針がね、なんせね、私は本当にかぎ針はできないんだよ、これ。どうやってやるのか全然わかんないし、あの、全然わかんないんだけど、超可愛いんですよ、かぎ針のパターンも。誰か編んでほしいって感じなんだけど。でもまあね、これからも編みたいしね。あの前、川内さんがくれた、みちおさんのせ、みちおさんの本ね。それにも可愛いね、夏のパターンが乗っかっててさ、やばいよね、ほんと。で最近さ、なんかめっちゃラベリー見ちゃうんだよね。いや最近ってか昔から見てるけど、最近もうほんと早めに布団にはつくんだけど、早めに布団にはつくんだけどね、布団入ってからラベリーずっと見ちゃって、なんか気づいたら夜中の3時とかになってて、えーって感じ、自分を疑う。でだからね、ラベリーにもいっぱいね、お気に入りがどんどん増えてきちゃって、あーやばいよーって感じなんです。日々寝不足。なんか、なんで？
んな感じでお買い物いっぱいして、お買い物いっぱいして、パターンもさ、いっぱい買ってないけど買う予定のパターンがいっぱいあってさ、大変なんだよ。あ、これやってたら多分また間違えるかな。ちょっと間違えそうだな。これはさ、模様がいっぱいで間違えそうだからやめよう。この靴下も早くさ仕上げたいしさ、もうやんなんちゃう。なんでこんなさ編みたい、なんか編んでも可愛いものがいっぱいいっぱいできて満足するのに、終わったらすぐ次編みたくなっちゃう。満足してないってこと？なんか自分が怖いんだけど。こんなにいっぱい可愛い作品編んでるのにさ、まだまだ足りないっていうか、まだまだ満足できないのかな？編みたいっていうか。怖いよね。なんかもう押し入れ、やばいもん、なんか。毛糸の山だし、セーターの山だし、なんか。なんかもう靴下も入りきんないし。手編みの靴下さ、やっぱ普通のさ、靴下より幅取るからさ、なんかもう溢れ返ってんの、靴下入れが。やばい、どんどんかさばる。なんかクローゼット、レンタルしないと。今日はね、あのお客様のワンちゃんで、新規のね、ワンちゃんが来て、新規のシュナーザーが来たのね。シュナーザーってわかる？あの丸々モリモリで出てたワンちゃんのおじいちゃんみたいな顔してるってよく言われてるね。あのグレーの眉毛とかひげがね、長い、それが特徴的なワンちゃんなんだけど、それのね、子犬が来てさ、4ヶ月とか言って、もうめっちゃ可愛くって、でなんかシュナーザーって、あの最近のね、シュナーザーはペットカットでこう、なんだろう、可愛い感じのカットとか、あんまり毛を残さないカットが多いんだけど、その子は本当にシュナーザーのカットにしてくださいって言われて、あのね、シュナーザーのカットにしたのね。それがもうめっちゃ可愛くって。あのね、シュナーザーのカットってもう結構かっこいいカットで、あの、スタイリッシュな、可愛いっていうより本当かっこいいっていう感じなわけ。これはなんか私がトリマーだからそう思って、見えてて、普通のトリマーじゃない人たちはなんかあんまりそう思ってないのかもしれないんだけど、なんかかっこいいって思う、かっこいいカットなわけよ、とりあえず。で、あのその4ヶ月のさ、シュナンザーはもう見かけはほんと赤ちゃんみたいな感じで、もうちっちゃくってめっちゃ可愛いの。めっちゃちっこくって、もうなんか もちもち、むちむち、なんか丸い感じで、かわいいのに、そんなのになんか、そのかっこいいカットをしたのね。だからもうなんかさ、なんか背伸びした、なんか大人になりたい背伸びしてる少年みたいな、あの、感じで、なんて言えばいいんだろう、なんかもうほんとね、ミスマッチなのね。なんか、そんなに赤ちゃんなのに、そんな大人がやる
かっこいいカットしちゃってみたいな、なんかミスマッチ具合がめっちゃ可愛くって、なんかちっちゃい子がリーゼントしてるみたいな、そんな感じなの。もう超可愛かった。なんかあのミスマッチ感がもうほんとツボで超可愛くって、もう今日はね初めてだったからね、また来てくれるかはわかんないんだけど、また来てまた会いたいなって思ったのよ。もう超可愛くって、でも人生初めてのトリミングだったからね、もう最初はほんとね、もうおっかなびっくりで超怖がっちゃって、あのなんかバリカンの音とか水の音とかもう全部わーみたいな、もう超震えちゃってやめてみたいな感じだったんだけど、でもなんかねやっていくうちにね、あれなんかあんま怖くないぞみたいな感じで分かったみたいで、あれなんかあんまり痛くないし、なんかなんなら気持ちいいかもみたいな感じで思ってきてくれたのか、なんか後半もう超余裕でカットされながらうと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 ね寝そうになってて、台の上でなんかもう、ね、寝る体勢に入ってて、もう本当に怖がっちゃう子はねそんな寝るとかってできないの、もうめっちゃずっとガクガク震えてて、もう早くトリミング終わりにしてくださいみたいな感じのね、あのオーラを漂わす子が多いんだけど、もうその子はさ最初だけめちゃくちゃおっかなびっくりだったんだけど、もう全然くつろいじゃってさ、なんかどうぞ好きにしてくださいみたいな感じで、でも最初私にもねめっちゃうなってて、うーとか言ってさ超うなってたのに、最後も終わってフリー自由時間の時にはもうなんか私にべったりで、遊ぼう遊ぼうみたいな感じでね来てくれて、あーもうそれもめっちゃ可愛いもん、なんか1時間前までさあんなに私にうなってたのあなた覚えてるっていう感じで、もうさ超可愛かった、なんかもう一気に疲れぶっ飛んだって感じ。最近ねシュナウザーあんま見かけない、あの来てくれてるワンちゃんでシュナウザーはいるんだけど、シュナウザーの子犬とかあんま見かけないし、散歩してる人も見ないし、ペットショップでもなんかシュナウザーの子犬見かけないから、なんかほんと新鮮で、最近はなんかプードルが多い、人気な気がするなぁと思ってるんだけど、はぁ、ほんと可愛かった、可愛くてため息、なんか可愛すぎるとため息出ちゃう、あのニットもそうだけど、ラベリーとかインスタとか見ててもそうなんだけど、可愛すぎるとため息出ちゃうよね、ポン見ててもそうなんだけどさ、あのヨクちゃんちが飼ってるねロイ君もシュナウザーだから、あの見てみてください。ロイ君もめっちゃ可愛かったのよ、なんかさあんまこびないんだよね、こびないのがめっちゃ可愛い、なんかポンはさこびるのすごい、撫でてくださいとかさ、なんかねどうやればどういう顔すればね可愛いって言われるか分かってるっていう感じ、ポンは。この顔しとけばなんかもらえるとか、人間ちょろいぜって多分思ってると思うんだよね。なんかシュナウザーとかねララもそうだったんだけど、あんまこびないとか自分の時間を大切にするっていうか、あんまり撫でてもらわなくてもいいですって感じで、ララは特に呼ぶと来るけど、なんか別にずっと撫でてもらわなくても自分の時間は好きに過ごすんでっていうクールな感じだったんだけどさ、ポンはもうなんか好
隙さえあれば撫でてくださいっていう感じよ。撫でてつかマッサージしてくださいって言ってくる。これも早く履きたいんだけど、来週今日何曜日？今日月曜日かな。次木曜日までにはこれも完成させて、お出かけしたいんだが、全然間に合わない。仕事もありがたいことに忙しいし、あー頭パンクしそう。編みたいものはなくなんないし、編みたいものがなくならない？もう編みたいものないってなるの、なるかな？なると聞くのかな？もう編みたいものもうねえよみたいな。全部編み尽くしてもう編みたいものないよってなりたいんだけど。なんない？もうなんかラベリーもお気に入り登録150くらいいっちゃったし。なんか、可愛いのがありすぎて逆に病んでるっていう感じです、また。いつも。そんな感じで、今日も、結構喋ったよね。何かくだらないことまた喋ってましたね。今日も最後まで見てくださって。ありがとうございます。とりあえず、ウールで楽しむか、そのうち夏糸も買うでしょう。買うことと思います。なんか安くて可愛い夏糸があったら教えてください。私あまり安くて可愛い夏糸を見つけらんなかったんだけど、できれば波太で可愛くて安い夏糸はい、そんなところです。見ていただいてありがとうございました。またねー。